政府は安倍政権で配布した布マスク、いわゆるアベノマスクの在庫を希望する自治体や個人に配布する方針です。松野官房長官が記者会見で明らかにしました。アベノマスクは8000万枚を超える在庫があり、保管にかかる費用などが問題となっています。